はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、ゲームボーイ版テトリスをプレイしていきたいと思います。テトリスというとね、世界で一番有名な落ち物パズル系ゲームですね、僕はね、このゲーム中学の時にね、ハマってましたね、ゲームボーイといえばテトリスですよね。それでね、テトリスといえば宇多田ヒカルさんがね、大好きなゲームということでね、有名ですよね。ダウンタウンのまっちゃんとね、ヘイヘイヘイで対決してたりしてね、それでね、先日もね、宇多田ヒカルさんがね、テトリスのレベル9でね、カンストまでプレイできるぐらい上手いらしいんですよ。だから僕もね、これ挑戦してみます。A タイプよくわからないんですけど、レベル9でね、カンストになるまで挑戦していきたいと思います。始まってるね、もう早速始まっていると。早いね、やっぱりレベル9ね。ちょっと待てちょっと練習しておけばよかったかな、これね。いきなり久々のね、十何年ぶりのプレイがレベル9っていうのはね、厳しいかもしれませんね。判断力もね、鈍ってきてるんでね、年のせいでね。これ宇多田ヒカルさんがね、大好きなゲームでね、新曲でしたっけ、花束を君にですか、あの歌いいですよね。聞いたときね、思わず涙が溢れてしまいました。だからね、テトリスね、僕は見てましたよ、ヘイヘイヘイでね、ダウンタウンのまっちゃんと、ね、宇多田ヒカルがね、勝負して、まあ、もちろん宇多田ヒカルの方が上手いんですよね。でもまっちゃんって言えばね、結構ゲームも好きでね、ちょっとこんな話しながらできないね、これ。まっちゃんといえばね、ゲームも好きでね、ピクミンが好きで有名ですよね。宮本さんとも親交があるようで、ちょっと失敗したので、もう一回やらせてください。泣きの一回で、次で最後にしますんで。もう一回やりましょうね。これ最後の挑戦にしますんで、もうちょっとね、集中してプレイしたいと思います。集中していきましょうね。まあ、レベル9といえどもね、そんなめちゃくちゃ早いなという感じはしませんね。それで、ね、僕はね、落ち物パズ系といえばね、ぷよぷよの方が結構好きでね、ぷよぷよはね、結構やってましたね。ぷよぷよはね、結構得意でね、ゲーセンでもぷよぷよ2ですか、ゲーセンでクリアしたことありますよ。まあね、コインをね、100円玉を50円玉か何枚か使った上でのクリアですけどね。卑怯者と言えるかもしれませんけど、一応ね、ゲーセンでぷよぷよ2はね、クリアしてるんですよ。難しいね、これ。テトリス久々やったら、でもなんでこれカラーなんだろうね。これレトロフリークでやってるんでね、確かゲームボーイ版って言ったらね、白黒だったと思うので、なぜかカラーになってるというよくわからないんですけどね。これはだからゲームボーイ版のね、生粋のゲームボーイ版のテトリスなんで、ちょっと、マジか、やっぱり話しながらやったらね、これは厳しいですね。ちょっと待てよ。ちょっと早くなってきたぞ。まあね、この辺にしとこうか。まあ、大したプレイ、下手くそでしたけどね。もうちょっとね、練習したら上手くなると思うんですけど。こんなことではね、ダウンタウンのまっちゃんにも負けると思います。それでは今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。